お前まで行け挫折からの覚醒、恩師の一言が、成瀬のスタイルを変えた。成瀬といえば、招き猫投法とも呼ばれる、テイクバックが小さなフォームから、抜群の制球力を誇る、レーサワンだが、その独特なフォームの誕生は高校時代に遡る。名門横浜高校の2年時に、141キロを計測し、速球派だと自身も思っていた矢先に、現在も中日で活躍している涌井が入学し、お前は球速で涌井に勝てないからコントロールでいけと、監督に言われたことから球の出所が、打者から見えにくい。現在のフォームに改良された当時は、それを受け入れることに時間がかかったが、もともとコントロールにも自信があったので、徐々に受け入れることができたと当時を振り返り帰る。NPB3 球団を渡り現在は、独立リーグで選手兼、ヘッドコーチを務め第2の成瀬誕生に、日々尽力している。